リトルミス・サンシャイン、リトルミス・サンシャイン、リトルミス・サンシャインは2006年のアメリカ合衆国のコメディドラマ、ロードムービーで、ジョナサン・デートン及びバレリー・ファリス夫婦の監督ビュー、映画である。脚本は、本作が脚本家デビューとなる、マイケル・アーンとが執筆した。出演は、グレッグ・キニア、スティーブ・カレル、ト・ニコレット、ポールダのアビゲール・ブレスリン、アラン・アーキンであり、 ビッグビーチフィルムズが800万ドルの予算で制作した。撮影は2005年6月6日に始まり、アリゾナ州及び南カリフォルニアで約30日かけて行われた。2006年1月20日にサンダンス映画祭にプレア放映され、その後、ホックスサーチライトピクチャーズが同映画祭史上最高額の契約金を支払って配給権を獲得した。来た。 アメリカでは2006年7月26日に限定公開が始まり、8月18日に拡大された。リトルミス・サンシャインは、批評家に高く評価され、世界興行収入は1億ドルを超えた。第79回アカデミー賞では、作品賞を含む4部門でノミネートされ、脚本賞、アーントとジョエン・ナン・賞、アーキンを獲得した。シェリル・フーバー、 とにコレットは、ニューメキシコ州アルバカーキに住む二人の子供の母親である。彼女の芸の兄で、マルセル・プルースト学者であるフランク、スティーブ・カレルは殺未遂事件を起こした後、彼女の家族と一緒に暮らすことになる。彼女の夫のリチャード、クレッグ・キニアは、と、ライフコーチのキャリアを積み上げるように努めていた。シェリルの前夫との子供であるドエーン、ポールなのは、テストパイロットになるために、 アメリカ空軍士官学校に入るという夢を実現させるまでに沈黙の誓いを立てている不幸な十五歳出る。リチャードの口に汚い父で第二次世界大戦の退役軍人のエトウィン、アラン・アーキンはヘロインの使用のために最近老人ホームを追い出されて家族と同居するようになり七歳の孫娘のオリーブ、アビゲール・ブレスリンと仲が良い。フランクが来た翌日、オリーブは カリフォルニア州、レド・オンド・ビーチで開催される、リトル・ミス・サンシャインの予選を通過したことを知り、部頂点となる。しかしながら、費用や、その他の諸々の問題により、家族全員が同行しなければならなくなり、古ぼけた黄色いフォルクスワーゲンティーニマイクロバスでの800マイルの旅が始まる。バスは老朽化により、クラッチが故障してしまい、修理所へと立ち寄る。 部品の交換が不可能であったため、一家はバスを後ろから押し、時速20マイルに達した時点で飛び乗るという方式で旅を続る。同中、一家は様々な個人的な問題に直面し、互いに助け合わなければならないことを知る。リチャードはモチベーショナビジネスのキャリアを向上させ、家族を貧乏から脱出させるための契約に失敗する。フランクは、 自殺未遂の企画家となった元恋人と遭遇する。エドウィンはヘロインの過剰摂取と思われる症状で死亡する。一家はコンテストに間に合わせるため、無許可で州外に移すのは違法であるにもかかわらず彼の遺体を病院から持ち出して車に乗せ、終わった後に葬儀の準備をすることにした。会場まで残りわずかに迫ったところで、同園は自分が色弱であり、 パイロットにはなれないことを知り、バスから出て、沈黙の誓いを破って家族への不満を叫び始め、旅への同行を拒否する。荒れる、彼であったが、オリーブの包容によって落ち着き、家族へ謝罪して、バスへと戻る。必死の走行の末、一家は会場であるホテルに到着するが、登録締め切りであった午後3時を4分遅れてしまう。主催者は、オリーブの出場登録を拒否するが、 彼女のアシスタントの計らいで何とか許される。彼女は準備し、家族はスレンダーで髪が整い、厚化粧をし、セクシーな水着や華やかなイブニングウェアを着て、堂々とした態度でダンスや体操を披露する他の少女たちを目の当たりにいる。髪を整えず大きなメガネをかけ、コンテストの訓練も受けていない。ぽっちゃり気味の体型のオリーブでは、勝負にならないことは明らかであった。 オリーブの特技審査の時間が近づくと、リチャードと同園は、彼女が恥をかいて傷つくと確信し、辞めさせるために、彼女の楽屋へと駆け寄る。しかしながらシェリルは介入すべきではないと主張し、そしてオリーブはステージへ上がる決意をする。ステージに現れたオリーブは祖父によって密かに、教えられたバーレスク風のダンスを、リック・ジェームスの OBGM にして始め。 憤怒する多くの観客にも気づかず無邪気に披露する。主催者は、シェリルとリチャードにオリーブを止めるように要求するが、家族たちは無視して一人ずつステージに上がって彼女と一緒に踊る。次の場面で、一家はホテルの警備室の外に座っており、警察から今後オリーブをカリフォルニア州の美人コンテストに出場させないように命じられる。リチャードはオリーブに祖父が彼女を誇りに思うだろうと。 話し、そして一家は再び古びたバスに乗って、アルバカーキの自宅へと帰り始める。カッコ内は日本語吹き替えを担当した声優である。キャストを選ぶ際に、監督のジョナ・サンデートンとバレリー・ファリスは、彼らが以前ミュージックビデオを監督していた際に、共働きしていた、キャスティングディレクターのキム・デイビスとジスティン・バドリーと組んだ。監督たちはまず、リチャード・フーバー役として、 グレック・キニアを選んだ。シェリル・フーバー役には、オーストラリアの女優のトニコレットが選ばれたが、それ以前に数人が考慮されていた。デイビスとバドリーは、すべての英語圏の国々を旅して、オリーブ・フーバー役の女優を探し、当時6歳であった、アビゲール・ブレスリンが選ばれた。ポールダノは制作開始の2年前までに、同演役にキャスティングされ、 役作りのために実際に数日渡って沈黙する生活を過ごした。エドウィン・フューバーを演じたアラン・アーキンは当初は若すぎると考えられていた。自殺未遂を起こしたプルースト学者のフランク役はもともとはビル・マーレーのために書かれており、その後はスタジオの圧力でロビン・ウィリアムズとなった。監督たちは撮影開始の数ヶ月前に同役にスティーブ・カレルを選び、 インタビューで、スティーブ・カレルに会ったとき、我々は、彼が行った、基づいてこれができるということを知らなかった。しかし、我々が彼に会って、キャラクター、映画のトーン、我々がそれに近づいた方法について語ったら、彼は、我々と同じ、ページの上に当たっていたと答えた。カレルは風刺ニュース番組、ザ・デイリーショーへの出演で、コメディセントラルの視聴者には有名であったが、 リトルミスさん社員にキャスティングされた当時はハリウッドはあまり知られていなかった。プロデューサーたちは彼が大スターではなくまた十分な演技経験がなかったことを心配していた。しかしながら映画の撮影から1年後の公開までの間に彼らは映画40歳の動作だおと NBC のテレビシリーズで知名度を上げた。マイケル・アントによって書かれた脚本は当初は メリーランド州からフロリダ州まで東海岸に沿って旅するという内容であったが予算の都合でニューメキシコ州からカリフォルニア州へと変された。アーントは2000年5月23日に脚本執筆を始め5月26日までに初稿を完成させた。彼は当初は数千ドルの予算を調達し紙コーダを使って自分で撮影することを計画していた。 その後彼はプロデューサーのとに脚本を渡し、彼らはディープリバープロダクションズと協力して監督候補を探した。プロデューサーたちはハイスクール白書優とセギャルに気をつけろの制作の際にデートンとファリスに会っており、2001年に彼らに脚本を読ませるために与えた。後に監督たちは脚本について、この映画は本当に心に響いた。我々は これが自分たちのために書かれるように感じたと語った。脚本は2001年12月21日に、プロデューサーの一人のマーク・タートルトーブによって25万ドルで、アーアントから購入された。イェルザト・バーガーは監督及び撮影監督を探し、エンディングの再撮影を手伝い、サンダンス映画祭への出品を援助するという責務のため、プロデューサーとして残留した。 映画企画はいくつかのスタジオに持ちかけられ、カナダでの撮影を希望したフォーカスフィーチャーズのみが興味を示した。スタジオ側がリチャード・フーバーをより話の中心に置くことを案し、アーンは反対すると彼は解雇されて別の脚本家が雇われた。新しい脚本家はリチャードと彼のモチベーショナルテクニックビジネスを潰すキャラクターとの対立を含むいくつかのシーを追加した。 スタジオの社長が新しくなると、組織は変化し、アーアンとは、新しい脚本家が脚本を書き直した4週間後に、交番すると再雇用された。2年間のプリプロダクション期間の後、フォーカス・フィーチャーズは2002年8月に映画を、ボツンとした。マーク・タートル・トーブは映画家権の返還と、企画費用としてフォーカス・フィーチャーズにレードルを支払った。 彼はまた撮影費用として800万ドルの予算を支払った。主要撮影は2005年6月6日に始まった。撮影は脚本の時系列順の場面に沿い、アリゾナ州とカリフォルニア州南部で30日以上かけて行われた。アーンとはサンダンス映画祭の上映の6週間前にエンディング部分を書き直し、それは2005年12月に撮影された。 ポストプロダクションは、プレミア上映が予定されている、サンダンス映画祭でのスリーニングの4日前に、完了した。映画は2005年9月14日に交通事故で、亡くなったプロデューサーのピーター・サラフの命で、ダイナーとコンビニのシーンに、エキストラ出演したレベッカアニと逃げられた。脚本執筆の際、アーンとは、自らの経験に基づいて、フォルクスワーゲンティーにマイクロバスを使うことに決めた。 彼は、私は、それが、ロードトリップで、あなたは彼らをどんな車両に入れるだろうか、と考えたのを覚えている。そして、高い天井であるのであなたがカメラを置くことができ、視界が開けている理由から、VW バスがちょうど合理的であるようだ。フロントガラスを振り返って、全員を見ることができると回想した。撮影技術上の都合ため、5台の VW マイクロバスが使用された。 5台のバスのうち3台にはエンジンが取り付けられ、残り2台はトレーラーに乗せられた。プリプロダクションの段階で、撮影監督は、一般的なビデオカメラを使い、撮影時の最適な位置を決定するために、バスの内側に、それらを置いた。プロットに含まれた車の問題点の多く、クラッチの故障、なり続ける、サイレン、外れたドアは、アーンとが、 子供時代の自動車旅で体験したものに基づいている。家族が場ンを動かすために、後ろから押すシーンを撮影する際、俳優の安全確保のためにスタントコーディネーターが使用された。インタビューで、グレック・キニアは、彼が運転していた場面が、どのように撮影されたかについて、私はサイドエアバッグがついていないこの71年の VW 版で、 時速50マイルで進むことになってい。基本的にあなたは、この巨大なカメラトラックがカメラと我々の前に飛んで来るのを待つだろう。OK、言って、は私には狂気を意味する。これは、私が今までに制作した中で最も危険な映画だと冗談めかして述べた。バンの中の場面を撮影する際、俳優たちは3から4時間にわたって車内に留まった。 アラン・アーキンのキャラクターが車内で卑猥な話をわめき散らす場面では、ブレスリンは本当にヘッドホンをつけていて、映画と同様に彼らの会話が聞き取れなかった。彼女が会話の内容を知ったのは映画を見た時であった。2006年7月25日、ホックスサーチライトピクチャーズはのドライブインシアターにでのスクリーニングに VW バスの所有者たちを待ちした。 スクリーニングには60代以上の番が出席した。脚本を執筆する前に、アーアンとは、アーノルド・シュワルツネッカーが高校生のグループと対談し、もし私がこの世で最も嫌いなものがあるとすれば、それは負け犬だ。私は彼らを軽蔑すると発言したことを新聞を読んで知った。その結果は、アーアンとは思考プロセスを刺激されて、脚本執筆を始め、後に、 そして私はその態度に何か問題があると考えた。中略私は人生においてあなたが上昇、または加工するという考えを攻撃したかった。中略は最も愚かで無意味な競争する人々の典型だったと回想した。共同監督のジョナサン・デートンもまた、ページェントが進行するまで映画がページェントについて出ないことは我々にとって非常に重要だった。 それは場違いであるのに関するものであり、あなたがどこで終わるかを知らないことに関するものだと述べた。アビゲール・ブレズリン以外の美人コンテストの参加者役の少女たちは本物の美人テストの参加者である。彼女たちは実際と同様の格好をして同じパフォーマンスを披露した。撮影準備にあたって監督たちは南カリフォルニアでいくつかのコンテストに出席し、 プロセスの詳細を学ぶために、コーディネーターとあった。映画のコンテストの母親は、コンテストの場面が、演出過剰であると主張し、多くのコンテストでは、少女の足を剃ったり、偽の日焼けを施し、厚化粧をしたりはしないと述べた。フォーカス・フィーチャーズは当初はカナダでの撮影を希望したが、監督たちは、コンテストの少女たちとその家族の渡航費用が、かかりすぎると考え、 反対した。少女たちとその家族は代わりに2週間に及ぶ撮影のためにベンチュラのホテルで過ごし、彼らは多くの機材と衣装を提供した。ブレスリンは映画のキャラクターと同じくふっくらした体型にのために撮影中はパッド入りのスーツを着用した。オリーブのダンスルーチンを含む最後の場面のためにブレスリンは振付師と2週間練習した。 リトルミスサン社員のスコアは、デンバーのバンドのと作曲家のマイケルダナによって書かれた。デボーチカの歌唱曲には、アルバム版のものの本案したものが含まれた。監督のデートンとファリスは、ロサンゼルスのラジオで、You Love Me を聴いた後にデボーチカの音楽を入れることに決めた。音楽に感銘を受けた彼らは、キャストのためにデボーチカのアルバムと iPod を購入した。マイケルダナは、 デボーチカと協力して映画のために既存の曲をアレンジした。スコアは既存曲の割合が多かったためにアカデミー作曲賞の選考対象とはならなかった。デボーチカの楽曲ティル・ザ・エンド・オブ・タイムは第11回サテライト賞の歌曲賞にノミネートされた。デボーチカとダナはサウンドトラックにより第49回グラミー賞にノミネートされた。 サウンドトラック版は2006年のアメリカ合衆国ではトップインディペンデントアルバムで42位トップサウンドトラックで24位となったサウンドトラック版にはスフィアン・スティーブンスのとトニー・ティスデールのキャト・アキン・ディック・ジェームスのが収録されたページェントの場面では他にのレッド・イット・ゴーとユー・ベイ・ゴット・ミー・ダンシングも使われたオリーブのパフォーマンスの場面で流れた スーパーフリークが音楽スーパーバイザーの提案でポストプロクション時に入れられた。アーアンとの脚本段階ではプリンスの撮影時点では ZZ トップのが使われた。プレミア上映は2006年1月20日に三ン,ンス映画祭で行われ、その後入札合戦となり、フォックスサーチライトピクチャーズが1050万ドルと興業収入の10%という条件で勝ち取った。 契約はプレミア上映から1日未満の間に交わされ映画祭史上最大のものの一つとなった。前年にはパラマウントクラシックスがハッスルフローを900万ドル、1999年にはミラーマックスがを1000万ドルで購入していた。リトルミス・サンシャインはアメリカ合衆国では最初の週に7つの劇場で封切られ、 498,796ドルを売り上げた。限定公開後の最初の土曜である2006年7月29日には、一劇場平均で2万3 3 5ドルを売り上げた。これは、同年8月15日に、IMAX 映画のディープシー 3D に抜かれるまでは、北米映画市場で最高の短期の劇場平均興行収入であった。公開3週目には、 北米週末興行収入ランキングの上位10作品に入り、11週目に11位に下落するまで残り続けた。最高順位は第5週目末の3位であった。また公開後の最大劇場数は1600に、勘であった。北米外ではオーストラリアで500万ドル、ドイツで300万ドル、スペインで400万ドル、イギリス、アイルランド。 マルタガスさんで600万ドルを売り上げている。累計では、北米で5989万1098ドル、北米外で4063万2083ドル、全世界ガスさんで1億52万3181ドルを売り上げている。ロッテンタメイトスでは205件の批評化レビューで、支持率は91%、平均点は7.710となった。 メタクレッティックでは三十六件のレビューに基づいて、過重平均値は八十、百となった。和四つ星満点を与え、この衝撃的かつ魅力的なダークコメディは、今年の最高の映画の一つとして数えられると述べ、監督のジョナ・サンデートンとバレリー・ファリス、映画そのもの、そして出演者のアラン・アーキン、アビゲイル・ブレスリン、スティーブ・カレルは、オスカー候補に値すると評した。は A 評価を与え、私の年末のトップ10にこの作品を入れないように、するには、オーソン・ウェルズが生き返らなければならないと述べた。BBC ニュースのステラ・パパ・マイケルは、宣伝と愚かさの勝利を得た、ブレンドと評した。USA TODAY のクラウディア・プッチは、ブレスリンによるオリーブ・フーバーの演技について、もしオリーブが、他の少女によって演じられていたならば、彼女はそれほど、 私たちに影響を与えなかっただろうと述べた。エンターテインメントウィークリーの応援グレーバーマンは、C 評価を与え、キャラクターを、脚本家のインデックスカードデータの歩いて、物を言うカタログと呼んだ。のジムリドリーは本作を、大部分が下り坂を走るガタガタの車、サンダンスのポンコツ車と評した。グローブメールのリアムレーシーは本作を批判し、 リトルミス・サンシャインの可愛くて惨めなキャラクターたちには考えさせられ、その結論はとんでもない上に希望があるが、ほとんど古代広告であると述べた。のアンナニモウスは、おそらく指の爪の竹が好きな映画ファンには、良い気分の映画として称賛されてる。もしあなたが惨めな人間なら、リトルミス・サンシャインは、あなたのための映画だと評した。は、過去10年間。 2000年から2009年のベスト映画50で本作を34位に選んだ。DVD は2006年12月19日に発売された。これはワイドスクリーン及びフルスクリーンの2枚組で2つのコメンタリートラック4つの別エンディングのミュージックビデオが含まれた。発売初週には1961万4299ドルを売り上げ。 週刊 DVD 売り上げで6位となった。2008年9月16日までに、アメリカ合衆国では累計で5551万6832ドルを売り上げている。レンタルでは発売後から2007年4月15日までに、累計で4632万ドルを売り上げている。ブルーレイは2009年2月10日に発売された。リトルミスサンシャインは、 多数の映画団体及び映画祭からのノミネート、受賞を果たした。第79回アカデミー賞では4部門のノミネートされ、マイケル・アーントが脚本賞、アラン・アーキンが助演男優賞を受賞した。アメリカンフィルム・インスティチュートでは、ムービー・オブ・ジ・ヤーに選出され、また英国アカデミー賞では6部門にノミネートされて、オリジナル脚本賞、アーントと,と助演男優賞。 アーキンを受賞した。第12回放送映画批評家協会賞。第13回全米映画俳優組合賞。第5回ワシントン DC 映画批評家協会賞では、アンサンブルキャスト賞を受賞した。では、特別大賞、パームスプリングス国際映画祭では、チャーマンズバンガード賞を獲得した。第22回インディペンデントスピリット賞では、 作品賞と監督賞を含む4部門で受賞を果たした。サウンドトラックは第49回グラミー賞でコンピレーションサウンドトラック賞、映画、テレビ、ビジュアルメディア部門にノミネートされたが、ウォークザライン、君に続く道に負けた。他に第11回サテライト賞、シカゴ映画批評家協会賞、第64回ゴールデングローブ賞でも複数の部門に ノミネートされた。映画制作に関わったプロデューサーのうち何人が映画芸術科学アカデミーから賞を受け取る資格があるか論争となった。1999年にアカデミーはプロデューサーのうち3人までに候補資格を与えるとを決定していた。このルールは作品が受賞した際にステージ上に多くのプロデューサーが登るのを防ぐために設けられた。一方で 全米製作者組合 PGA は映画にクレジットできるプロデューの人数の上限を設定していなかった。リトルミス・サンシャインの場合、5人のプロデューサー、マーク・タートル・トーブ、ピーター・サラフ、アルバート・バーガー、ロン・イエルザ、デビット・フレンドリーが存在したが、アカデミーはバーガーとイエルザを含みたがらなかった。両プロデューサーは脚本を見つけ出し、監督たちを 他のプロデューサーたちに紹介し、撮影監督を選び、エンディングの再撮影に協力し、サンダンス映画祭への出品を助けるといった形で貢献してた。アカデミーは二人が制作過程でパートナーであるが、個別のプロデューサーのみが認定されると宣言した。アカデミーは二人のプロデューサーの仕事は結集した力によるものであるとみなし、バーガーもしくはイエルザを 賞の対象とすることを拒否した。プロデューサーのは5人のプロデューサー全員への敬意を表することに対する指示に関してコメントし、そして実際に映画の制作に関係している5人がいるならば、アカデミー賞候補に挙げられるのに、十分な映画を制作した者たちの仕事に報いるのを妨げなければならない理由は存在しないと述べ、アカデミー賞プロデューサー委員会に属していたリンダ・オブストは、 通常、5人で映画は作らない。本件が例外であるならば、それは投げかわしいことだ。しかし、あなた方は、例外のために規則を破らないとコメントした。アカデミー賞の際、脚本賞の表彰の際に、プロデューサーのマーク・タートル・トーブ、ピーター・サラフ、デビット・フレンドリーは登壇できた一方、PGA では5人全員が表彰された。アルバート・バーガーは、 アカデミーの決定に関して本作のパネルでアカデミーがたとえ何を決定したとしても我々はこの映画を制作したのだと述べた2007年6月アカデミーは将来3人以上のプロデューサーが参加している映画には例外を認めることを発表した楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください